誰しもが多分あの森合じゃねえんじゃねえのみたいな、森合どこ行ったんだって多分思ってらっしゃると思うんですけどね、あの今日森合さんお休みで、急遽、ピンチヒッターで僕ペトロ軍団佐々木がここに来ましたということでね、もう今日もね、早速スイーツの方を食べに行きたいと思うんですけども、今日もゲストの方来られています。ゲストの方こちらの方です、どうぞ。シンガーの方がもう出るみたいな感じらしいです。あ、じゃあコスプレ大好きなんで。あ、コスプレ大好き、はい、そうね、ララミちゃん来ていただいたんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。しかも、これよく僕ら飲みに来るんですよ、はい、
あの路上ライブ、はい、路上ライブとか、ね、いいですね。あ、じゃあ、はい、僕ちょっとあの行きつけのとてもいいところがあるんで、はい、じゃあちょっと行って一緒に飲みますか。はい、わかりました。ニヤニヤされた。はい、ということで、はい、こちらに行きました。すごい場所ですね。はい、ここはどこかわかりますか。川でね、あの創生川の公園です。はい、ここで、そうですね、あの普段僕らここに来て、まあ、お金もかかんないですし、なるほどね、はい、割となんか、なんていうか、まあ、テレビとも見ますし、そうなんですよね、はい、景色いいなって思って、雰囲気はすごいいいところ、はい、思ってますね。思ってます。思ってますか。はい、綺麗に整備されてるし、はいはい、そうですよね、はい、いいデートスポットじゃない。そうですね、いやデートスポットですって。デートスポット、いやもういい、そこでそこ拾わなくて。で、まあ、はい、話を戻して、はい、あのタピオカドリンク飲んだ後に、はい、路上ライブしてるんですよね。そうです、そうです、そうです。この辺でいつやってるんですか。いつ、まあ、大体20日は絶対やります、ね、20日。はい、なんで20日はこのあのミルクティーがですね、190円になるんですよ。はい、20日だけはもう絶対定期的にやるようにします。じゃあ、はい、お笑いライブをやることが目的じゃなくて、はい、タピオカドリンクを飲みたいから、はい、たぬき講師に行きたいから20日に合わせてライブするんですか。そうです。まあ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 、はい、190円ですからね。若手芸人だから完全に金ないんで、なるべく安い時、安い時に行きます。なるほどね、はい、そして創生川公園で食べてからスタジオライブに。そうです。なるほど、はい、こんな感じなんでね。まあ、じゃあ早速飲んでみましょう。あ、はい、じゃあいただきまーす、はい、いただきまーす。うん、タピオカすごいもちもちしてますね。そうですね、うん、うん、すごいですか。うん、抹茶すごい好きなんですよ。あ、そうなんですね。で、すごい抹茶の味がすごく濃厚で、はい、タピオカもすごい大粒なんで、うん、食べ応えっていうか飲み応えっていうか食べ応えがありますね。いや、そうなんです、ね、しかもチュロスもついて、はい、そうですね、じゃあチュロスの方も食べていただきますね、はい、うん、すごいシナモンパウダーいっぱいついてる。、うん、じゃあ僕もこっちに食べますね。いただきます。こっちすごいシナモンのパウダーがなんか多めについてるから、はい、シナモン好きな人にはすごいいいと思います。で、チョコレート味もさっきあったんですよ、はい、だからチョコ好きな人はこっちチョコにしたらチョコも濃厚なんでしょうね。なるほど。僕もめっちゃ食べてます、ね、こっちはですね、なんていうかすごいおいしい。で、はい、足りるんですか、そんなに。なんかめっちゃ食べっぷり良かったですけど、食べっぷり足ります、そんなんで。いや、これ足りないです。はい、普段どのくらい食べるんですか。普段、そうですね、以前森谷さんとカレーを食べに行くっていう番組やったんですけど、で、僕6杯食ってる。6杯はい、えそうですね、カレー6杯分これあればまた足ります。あ、そのくらいこれはもう味的な意味で、はい、もう満足しちゃうんですね。ね、これちょっと食べれば。そうです、そうです。カレー6杯ですね。カレー6杯分ですね。いや、でもすごく絶対違う。そんなわけ。これでカレー6杯分。カレー6杯分さすがにないですけど。まあまあ、でもすごく美味しいです、これも。はい、なんでこれ中にクリームチーズ。そうですね、クリームチーズが入ってましてね。へー、僕こう…落ち着いて、落ち着いて。ちょっとこういうの初めてなんでね、完全に下手くそなんですけどね。まあでもクリームチーズがすごいね、美味しいです。へぇ、どっちも食べてみたくなりますね。そうですね、まあ、ぜひ、まあ、来ていただいてね、ハッピーの方に、はい、はい、お気に入りになりそうです。はい、はい、ってことで、はい、はい、食べました、飲みました。美味しかったですね。いや、美味しかったですね。はい、はい、また来たいです。あ、本当ですか。はい、いや、もうぜひ行ってあげてください。はい、はい、ね、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、この後、うん、ちょっとお時間ございますか。え、なんで。お時間、いや、お時間あったらちょっとね、うん、これからちょっと2人で、うん、ちょっと飲みにでも行こうかなと思ったんですけど、うん、はい、どうですか。いい
いいや、またね。いいや、バイバイ。いいやってね、あるとか、バイバイ、あるとかないからね、いいや。いや、今日、急にね、今日の朝、出てって、森合の、ハゲに、連絡来て、出たのに、でも緊張して頑張って、こう、ララミちゃんに絡んだんですけど、まさかこんな仕打ちを受けるとは。俺めっちゃファンなのに、ララミちゃん。ラーメン食ってきます。